固有肝動脈は肝臓と胆脳に供給する動脈。腹腔動脈の分子である相関動脈から生じる。固有肝動脈は相関動脈から生じ、門脈と相胆管に沿って走り門脈三肝を形成する。相関動脈の分子である胃重二指腸動脈は十二指腸キューブに伸びる小さな十二指腸上動脈を持つ。 相関動脈から移住に視聴動脈が分岐した後に、右胃動脈が分岐する。右胃動脈は、胃の小腕に沿って、左に走り腹空動脈の分子である、左胃動脈と符合する。右胃動脈が分岐した後に、右と左の肝動脈に分岐する。注目すべきであるのは、右と左の肝動脈の解剖学的構造が異なる点である。 右肝動脈の配置が異なり、上腸肝膜動脈から生じることがある。左肝動脈の配置が異なり、左動脈から生じることがある。胆脳動脈は通常、右肝動脈から生じる。バライジャ、M ハウス、ich, fer, M ニコリッチ、V シュタルホファー、M ラポラスコピックビジュアライゼーションオブザシスティック、アートリーアナトミー、ワールドジャーナルオブサージェリー23、737、 ディスカッション707ドイ、10.1007 PL00012372 プミド1039590ありがとうございます。